大記録見たいような見たくないような。はい、どうも、水ヶ島ゆかむ創生ハッチーでございます。今回は菊花賞ということでですね、まあ、大記録がかかったレースですよと。いやー、ディープインパクトの子がまた3冠とかね、見たいような、まあ、歴史的な瞬間としては見たいんだけども、ディープインパクト自体嫌いで一度も馬券買わなかった俺としては、まあ、1万円とも思うわけですよ。というわけでね、負けてしまうとしたらどのパターンか、そして任すことができるとダービーの時から言ってきた馬がね、あの2番人気になりそうなんで、もうこれは一騎打ちだとあえて言わせてもらいたいと思います。まあ、それこそだから過去の例に倣って28年前を見て、まあ、そして今回予想してみたんでやっていきたいと思います。まあ、というわけでフルガムザ予想のポイントなんですが、ダービー2着馬がまあコントレールから逃げてコバ路線に行ったことで2強の構図ができました、このレース。まあ、そしてね、そうなってくるとこの2強対決の構図が28年前の向かいの三冠がかかったです。あのミホノブルボンの時に似てきたなと思うんですよ。というわけでね、一応まあその2頭を軸に3着が何かという形で、今回は軸2頭紐5点プラスまあひらめき大穴の3連複という形でね、予想をしてあります。まあ、本当はだから馬単、3連単1着2着固定で紐5点6点10点か12点みたいなね、和券の買い方をすると思うんですけど、まあオッズ的にはそんなに期待値というかね、払い戻し額が変わらないと思うんで、冷静に3連複で買うコントレールが勝った場合はそんなに変わらない配当が得られるというのをね、動画上の解明にしておきたいと思います。まあ、というわけでね、一応まあ軸2頭はね、まあ、 あの人気順に20丸の方がね、まあ、一応1番人気コントレール、まあ、史上初の無敗の親子3冠っていうのがかかってます。まあ、前走のね、抜け出してから一瞬の切れ味っていうのはなかなかのもんだったんで、まあ、仕上がりは万全で来ると思います。ただまあ、ミホノブルボンの時ってことで言うと、まずはミホノブルボンも父が短距離馬の活躍馬を多く出しているマグニチュードで、コントレイルもお母さんダートの短距離馬だったんですよね。母父アンブライドズソングか。まあそうなってくると、どっちも菊花賞では距離延長がちょっとマイナスになり得るダート短距離血統のと言えなくもない。そう考えると、あのダービーで2桁人気で馬券になった菊花賞血統の馬っていうのが怖いんじゃないかなと思いつつも、まあ、それってダービーからまあトライアルまでにちょっと差が狭まった場合だよね。ダービー同様に圧勝、もしくはそれ以上に迫力を見せたコントレールの神戸新聞杯って、さすがにそれ言っちゃあれかなということでね、買い目は3連複にしてありますが、まあ、軸の1投目、まあ、そして2番人気ベルトライゼンデ、まあ、これをね、もう1頭の軸、まあ、丸ですねに、対抗ということにしておきたいと思います。まあ、父の父ステイゴールド、まあ、ステイゴールドの3区たちっていうのは、まあ、オルフェーブルゴールドシップと菊花賞馬が2頭出てるのかな。で、その、父の母父メジロマックイーンも自身が菊花賞馬のみならず兄も菊花賞勝ってるのかな。でメジロマックイーンもね、父の母父この、ね、母父として、オルフェーブルゴールドシップって菊花賞馬を出していると、まあ、ちなみにベルトライゼンデの場合は、まあ、その菊花賞馬オルフェーブルの前継ということになるわけですね。まあ、菊花賞血統ですよ。でベルトライゼンデのお兄さんがね、去年菊花賞を勝っているというところまで踏まえて、まあ、超菊花賞血統と言えるわけですよ。まあ、それこそライスシャワーの父リアルシャダイ、母父マルゼンスキ、父も母もそれぞれ菊花賞血統と言える血統だというのと同じぐらい、まあ、父親の方も菊花賞馬の前傾だし、母親の方も、お兄さんが菊花賞馬勝ってるから代表3区が菊花賞馬と、まあ、そんな形でね、もう配合丸ごと菊花賞と言えるのがベルトライゼンデっていう形で言うと、ライスシャワーっぽいよね。ライスシャワー父リアルシャダイ、母父マルゼンスキー、どっちも菊花賞馬バリバリ出してる系統だしみたいな感じで考えると、超菊花賞血統のベルトライゼンデがコントレールを追いかける形。まあ、しかもね、トライアルのレースがたまたま今年中京の代替開催のせいで阪神芝2400じゃなくて中京芝2200、実はね、ミホノブルボンライスシャワーの時も、京都新聞杯京都芝2200のレースが前哨戦になったという共通項があるんですね。まあ、こういう共通項で逆転の目をちょっとこう、あの時と被るな、歴史は繰り返すんじゃないかななんていうふうに思いながら、まあ、ベルトライゼンデ実はコントレールが
神戸新聞杯上がり最速じゃなかったんですよね。上がり3波論の最速はベルトライゼンデだったはずです。まあ、そう考えると京都の最後の 3000m 菊花賞決闘で最後までバテずに末脚を使えるのはベルトライゼンデの方、ただしレースぶりが器用なのはコントレイルの方ということでね、みんなが思ってるより面白いレースになっちゃうんじゃないかなという気が少しします。少しっていうのはコントレイルがそんなことどうでもいいぐらいの化け物、それこそ父ディープインパクトの後継種牡馬にふさわしい馬だったりするんじゃないかなっていうのをね、少し今後の日本の競馬って考えると期待しなきゃいけないかなって気もしてます。次の時代を作る馬期待しなきゃいけないかなって気もするんだけれども、負けてるとこ見たいよねって気もしてしまうっていうね、この二律背反、この二等軸で、まあ、三連複という形で、最悪の最悪、これこれベルトライゼンでコントレイルの順しか三連単持ってない可能性もあるんだけど、実馬券では、まあ、一応動画的にはね、抑えてこの二等軸の三連複で行かせていただきたいと思います。まあ、そして3番人気のバビット、これ3番人気なるかねっていうか、やっぱ強力な逃げ馬っていうのがこの物語を盛り上げるステイヤ向きの流れにしてくれる流れっていう意味では必要だよねと。ミホノブルボンとライスシャワーの時で言えば競泳ボーガンに当たる馬が欲しいよねと思ってたら出てきてくれたのがバビット、僕の中ではそれぐらいの扱いです。なので馬券的にはケチ、ただし逃げてスタミナのいる流れを演出してほしいなとは思ってます。まあ、そうなった時にベルトライゼンデに逆転の目が出てくるぐらいの感覚ですかね。馬券的にはまあ3番人気じゃちょっと買いたくないなということで消しでいきたいと思います。まあ、そして4番人気サトルフラッグ、春はね弥生賞勝ったんですが、弥生賞はねちょっとレベル的にどうだったのかなっていうのがあります。まあ、前走もね逃げ馬捕まえに行って捕まえきれずというレースで、まあ、それこそコーナーの前から仕掛けて、まあ、このトライを切れずの2着ですから、4コーナー2番手からトライを切れてないっていうのはね、なかなかね評価しづらいと思うんですよ。4コーナー2番手で逃げ馬トライを切れずの2着これを強かったと考えるか、言うて中山校舎で中山で走ってこんなもんかと、弥生賞もそうだったしって考えるとちょっとね買いづらいなということで、ここは実力不足という形で消しでいきたいと思います。そして5番人気アンティシペイト、まあ、ここに来ての3連勝、デビューから3戦ねちょっと仕上がりきらなかったんですが、未勝利勝ちから3連勝でここに来ました。8月1日の阿寒湖特別を勝った後、あえて使わずに6分の4の抽選にかける、これ去年の去年じゃないね、今週というかの週刊賞と同じパターンですね。中華賞と同じパターンで、これ抽選にかけた結果3分の2外れたとしても、3分の1の確率でね抽選で出られなかったとしても、残りの3分の2で出られてたら超好勝負ができるというか、勝ってたかもしれないっていうのはね、そういうこの馬はそういうクラスの馬だと思います。中華賞で言えばレイパパレぐらい、レイパパレの大原ステークスとか笑っちゃうぐらい、おいでおいでの競馬でね、おいでおいでの競馬なんていうのは用語として思い出したのも十何年ぶり、20年ぶり近いぐらい、完璧にそういう風に言える競馬をね、大原ステークスでは久しぶりに見たんですけども、この馬もね同じように前に行ければ面白いと思うんですよね。2勝目の3歳1勝クラスがダービーの週の土曜日だったかな、ダービーの週、そうだね、ダービーの前の日だから当然土曜日の方だね、に東京芝2400で、これダービーと同じタイムで勝ってんですよね。しかもちぎって勝ってる逃げ切りで、ダービー要はコントレイルと持ち時計一緒なんですよこの馬。しかも父ルーラーシップ、母の父ディープインパクトっていうと菊花賞馬奇跡と同配合、ちょっと馬場が渋ったら距離が伸びたらこの馬の方がいい気までしてきません？まあその後のね阿寒湖特別みたいなね芝 2600m 非根幹距離の、しかも札幌のレースなんていうのはね同じ2勝クラスの中でも比較的レベルが落ちがちなので、そこで1馬身程度の差で勝ったなんていうのはね参考にしたらあかんこって思うんですけども、まあそれでもねここはしっかり賞金加算が目的と考えたら勝っただけで十分だと思います。コントレイルと同じ持ち時計を持ってる、しかもね同じ週の東京開催で同じタイムで東京芝2400勝っている馬、比較的にそれだけでも注目の価値があると思います。もうちょっと人気してきちゃうんじゃないかなという点でね、まあ一応今の人気順だったら紐にちゃんと入れておきたいと思います。まあ、そして6番人気アリストテレス、父が菊花賞馬エピファネイア、母の父がディープインパクト、そう普通はもう母父ディープインパクトの時代なんですよ。
ディープインパクト3区だって1世代ちょっと遅いなということを証明できるんじゃないかなと。エピファニーや3区が秋両方 G1 勝つっていうのもありじゃねみたいなね。あのエピファニーや3区でできればサドラー持ってて、まあそしてサンデーの 4×3 エピファニーやで母父ディープインパクトで、でこのね、フサイチコンコルドとかの品系、バレークイーンの品系ってことでね、この馬が勝つようだったら秋華賞も本当はあの引退し故障引退しちゃったけど、パドバルスとか秋華賞向いてたんじゃねって思えてきちゃうんでやめてほしいですね。あの同じ品系のね、この配合の馬出資してたらね、故障引退しちゃったの、まあ、だからこそこの配合に無限の可能性があると信じて変えていきたいと思います。てかね、そう、このアリストテレス騎乗予定ルメールなんだよね。レイパパレもルメール予定だったらあんだけ強かったでしょ。そういう意味ではノーザンファーム系の馬でルメール、これだけでも買いですね。そして7番人気バルコス、母の父ダンスインザダーク、これだけでねちょっと買いたくなるんですが、ノベリストとかね、まあバゴもそうだけども、こういうヨーロッパ血統のそこまで成績目立たない種牡馬って距離伸びてそういうところに適性がある、ステイヤー適性があるんじゃないかななんていうふうに思うことが多いわけですよ。つまり菊花賞で買いたい、まあ、そういう意味ではね、買いですし、母父ダンスインザダークっていうとちょっとこう適性あるんじゃないかなってうずうずしてきます。セントライト記念では、上がり3波動が 36.5、 これさっき消しにしたあれあれ、里のフラッグと全く同じタイムなんですけど、この馬の場合はね、じっくり構えて最後ズドンっていう競馬の形を一回おさらいしたりしておきたかったのかな。仕掛け自体は里のフラッグより遅く、まあ、最後のね素足にかけるような競馬をしての上がり3波の36秒5、同じタイムでした。まあ、そうするとね、多分ね、残り2波動、上がり2波動とかそういう時計で言えば里のフラッグより上だったと思います。まあ、そしてそうなってくるとこのね、菊花賞に向けての競馬っていうのをやってきた、トライアルの競馬に徹して、神戸新聞杯なりセントライト記念5着から7着ぐらいに負けて、で本番距離が伸びてズドンっていうパターンは必死ミラクルとかそうでしたよね。結構ねそういう例って多いんですよ。まあ、ましてやバリバリの長距離決闘で2勝目がもう、阪神の芝2400雪柳賞、3歳3月の 2400m 戦ってね、特別点としてはこの週あたりが最初だったと思います。この週か前の週あたりかね、その辺が、芝 2400m 戦ってようやく出始めるみたいなところで勝ってきた、まあ、つまり長距離馬ですね。まあ、なのでね距離が伸びて良さそうだなと。そう、そしてね馬主はそう佐々木、大魔神佐々木で、そして鞍上三浦と、まあ、横浜 DeNA ベイスターズ三浦新監督誕生の噂をね祝うようなね大勝利を見せてくれる可能性だって否定できないなという形で変えていきたいと思います。あ、てかこれランズエッジってことは近親ディープインパクトだよね。まあ菊花賞、超菊花賞決闘ですね。お母さんのお兄さんか、確か菊花賞勝ってるわけですよね。そして8番人気ガロアクリーク、まあ、この馬でセントライト記念3着で権利は持っているわけですが、まあ、スプリングステークス勝ってるから、まあ、もちろん調教も足りてるわけなんですが、まあ、この馬のねセントライト記念最後の最後伸びあぐねて距離のせいで止まったかななんていうふうに言われてたわけですよ。まあ、これが1008だったら多分里野を刺して俺が持ってた馬連の馬券が当たってたはずなんで、まあ、この馬にはちょっと京都芝3000っていうのは長いのかなって気はしてます。だから消しという形でね、まあ父金車差の奇跡ですからね、まあ多分短距離馬もうちょっと距離短縮して1008あたりがまあこの馬にとってはベストなんじゃないかなという形なんですが、ただね父短距離馬とかね、後で短距離馬出したみたいな馬がね、菊花賞で構想した例でいうとソンゴームウィンドなんか3区がみんなダートの戦2とかで頑張ってましたよね。あとは日本ピロウィナー3区ので菊花賞3着に来たメガスターダム、まあ、こういったあたりの趣のある配合ではあるんですが、いやでもスプリングステークス実馬実のレース見たらちょっとこの距離は長いだろうということで消させていただきます。まあ、そして9番人気ディープボンド、京都新聞杯勝ちということでね、京都の外回り芝2200で G2 を勝ってるというところはね評価ができると思います。もちろんね皐月賞10着っていうのは気がかりなんですが、これがまあ逆にここ調教代わりのレースだったってぐらい大きく負けてるんですよね。まあ、京都新聞杯叩いてダービー5着、
まあそれなりにダービー5着ってことだけでも格上と取れますし、神戸新聞杯で負けてますけどね、4番人気4着、まあ距離が伸びて京都に変わってプラスって考えたら馬券の期待値としてはいいんじゃないですかね。一応買い目には入れておきたいなと思います。まあ、そして10番人気ロバートソンキー、神戸新聞杯の3着で権利を取った馬です。いや未勝利勝って1勝クラス2着に負けたばっかでね、神戸新聞杯挑戦してきて当然のように無視してたらね、とあの3着に突っ込んできちゃったんですね。まあ、この長い末脚を使えて3着に突っ込んできたっていうあたり、まあ、この末脚の破壊力はまあ評価に値すると思います。まあ、上がり3ハノンでいうと35秒7ですから、コントレイルベルトライゼンデとほぼ変わらないんですね。まあ、0.1秒、まあ、ややあれですけれども、まあ、変わらない末脚を使える馬というところになります。まあ、そしてですね、祖母東海女神だったかなっていうのが、父シンボリルドルフ、母東海ナチュラル、1994年生まれと、東海帝王の活躍を見てから種付けされた馬ということになりますね。東海帝王のゼンマイ、つまり東海帝王一族なわけですよ。東海帝王が骨折したダービーが1991年ですから、そこから数えること91、92、93って指折り数えていくと30回目の菊花賞が今回で、その間の菊花賞ね、チェックしたんですけれども、2000年の菊花賞の前の神戸新聞杯で東海帝王の弟東海王座が神戸新聞杯4着で権利を取り損ねて菊花賞に出ることができなかったというような例が、まあだから10年目ですね、ありつつ、そっからさらに20年を経て東海帝王の一族が菊花賞を調整するの、これが初めてなんですよね。やれ美穂のブルボンだ東海帝王だってね、もうその頃って実はまだ競馬やるには少しまだ若すぎて、あのおは、まあ、競馬始めた頃にちょっと前のお話として聞いてた、まあだから今の世代の子が今競馬始めるとすればオルフェーブルとかディープインパクトはパパネぐらいの感覚で聞くような感じでね、あの当時はもっとこう本とかたくさん出て、そういう世代の名馬物語っていうのをいっぱい読まされてきたのが東海帝王ですから、サラブレッドカードとか流行って東海帝王のねメモリアルとか、ナンバリングのついたカードとかね、 まだ多分実家探せばあると思うんですけども、あの大事に大事にしていたというようなね、そんな思い出を考えても、東海帝王の一族、あの30回目のダービーで30回目の菊花賞で初挑戦なんて聞くとね、つい買っちゃうんだな。まあ末脚も上がり3ハノン35秒7神戸新聞杯で、ね、それで、まあ、前と変わらない足が使えてれば3着はあるかもしれない。まあ、そんな形でね買いでいきたいと思います。まあ、そんなわけでここまででね、あの軸2とそこからひも5点の3連複という形になりますが、まあ、一応ねもう1点、今回ね2勝クラスがを勝ってきた馬たち6頭から4頭出走可能という抽選で、まあ、この後のもう1頭を含めて、まあ、3頭を指定することになるので、ね、1頭ぐらい除外食らって結局ひも5点になる可能性が高いですね。まあ、なのでその辺を見越して、ひらめき大穴のキーワードは条件戦からの直接挑戦、まあ、2勝クラスからの抽選になる馬たちの中でもう1頭注目できる馬をピックアップしたいと思います。以上ハッチーでした。